はい、では後半始めていきたいと思います。1曲目は星の夜という曲なんですけども、これは、まあ、アメリカの作曲家が作ったんですけども、賛美歌では慈しみ深き、慈しみ深きとても有名な曲なんですが、元はこの詩だったりもするので、まあ、賛美歌として有名な曲ですけど、星の夜という曲、皆さん知ってる曲、アメリカの曲からいきましょう。パワフルな歌の方なんですけど、君の名は一緒に歌ってみましょう。
それが無理ならまたその年後に会いましょうと言って何も聞かずに別れたっていう感じじゃなかったっけそうでしたね。君の名はというねドラマから来ております。ありがとうございます。はい、ということで今からは視点というアーティストということで歌わせていただこうかな。ありがとうございます。歌わせていただこうかなと思います。大丈夫かな。はい、本当にね、今年一年ありがとうございましたという意味も込めまして、実はリクエストいただいてました。1曲目は、聞かせてよ愛の言葉をという、これもシャンソンなんですけども、3ヶ月、4ヶ月前ぐらいかな、歌わせていただいた曲。そして2曲目は、これはね、越路さんが歌ってヒットしたのかな、日本では。もともとシャンソン、アダモという人が歌った、ろくでなしという曲。知ってるかな、知ってるかな、OK。で、ぜひね、最後はね、みんなで一緒にね、ろくでなし歌ってもらいたくってご用意しましたので、一緒に声出していただき、まずはシャンソン聞かせてよ愛の言葉を聞きください。聞かせてよ好きな甘い言葉、話してね、いつものお話を何度でもいいのよ、その言葉愛すると。昨日の許しちゃいないの、そのくせ聞かされていたいあの言葉が甘くなれるような、ささやく小声を聞けば夢見の頃また起きを許す。聞かせてよ好きな甘い言葉、探してね、いつものお話を何度でもいいのよ、その言葉愛すると、hey. ブサベビアンくだらポジュナクラビアンメセバダデクサコボエテケセベクチャトボオモトバアスクエマソンキルブルメラビスタビソンムセスドダビディクワトンエマグリモディチクリトン。パーレモンダムオリデモデショタタンダムボートボーディスコワモカネパラドゥラタンロークボクドチョオレペセポセプレイ十五歳ありがとう。
とう。ちょっと足が長いもので引っかかってしょうがございませんが、聞かせては愛の言葉でした。それでは次の曲はろくでなし、皆さんで歌いましょうか。それでは行きましょう。古いこの酒場でたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたらしい。私は恋人に捨てられてしまった。人がこの私を札付きと言うから、皆さんで3、はい、6でなし、楽でらしい、なんてひどい言い方。平日だけど晴れ着を着たのよ。人形を抱いて日暮れに帰ったわ。おかみさんたちは白い目で睨んだ。まるでこの私を泥棒みたいに、皆さんで3、はい、6でなし、6でなし、なんて広い帯言い方。コーヒーが沸いたら陰口を聞かれて、それでもこの街が一番綺麗だわ。とても好きだけどお別れよさようなら。鳥のさえずりにおどけて行こうよ、行くよ。さんはパパラパラ、パパラパラ、パパラパラ、ドイツ語勉強をしといていただければと思います。さあ今日は聖夜クリスマスということでイメージをしていただいて、はい、優しい気持ちで天使が舞い降りるような気持ちで歌っていただけると嬉しく思います。では肩の力を持ってリラックスして、あんまり強く出さなくていいです。優しくていいです。それでは行きましょう。間違っちゃってもいいので気持ちよく行きましょう。Oh.
足を引っ張られてるようなこの不思議な感じだったんじゃないかなと思いますね。ちょっと世情もあまりよろしくなかったような悲しい出来事もあったりしましたが、うさぎ年から来年は辰ですね。このうさぎから辰というのは実は昇るっていう意味なので、実はいい方向に行く、二十二支の中でもいい方に行くと言われている景気も含めてという年なので、上り調子でね、上り流、下り流ではなくて上り流でこう上がっていきたいなと思っております。太田もだんだん良くなっていて、ハモリもとても上手になってきたので、すごく私は楽しみだし、この時間がとても楽しみでね、あの歌声虹やってますけど、やっぱりコーラス虹が基本であった上での歌声虹だったりもするので、やっぱりこの時間が基本だなと思いながら、合唱を含めて来月から新しい、ね、合唱曲もになりますので、楽しみにしておいてください。1月のそうだ、そう、2週目で、みんな1週目が2日がお正月なので、皆さん2週目に会いたいと思います。本当に1年間ありがとうございました。それでは解散しましょう。良いお年を。